激突して右の前の上列車を追って後半に縫いましたが元気よく出場していました。初球攻撃右中間破った、1人2人3人目も帰ってくる、満塁の走者一掃のスリーベース、これで6対2。初球攻撃ピンチヒッターに起用された杉谷、見事次の時は内野安打を稼いでしかも盗塁まで決めました。チームに勢いを呼んだじゃないですか。そうですね、ラッキーなヒットでしたけど、日頃の、何？はい、後でぶん殴っときます。ただヒーローで浴びる冷たい今の水の感触いいんじゃないですか。そうですね、ちょっと小規模だったことがすごく悲しいです。はい、打ち返してセカンド杉谷掴んでいるファイプレイバースガッツポーズ、しっかりと反応しました杉谷です。杉谷も打っている中島、初球打ちライトへの打球はライト下がって杉谷が掴んでいます。ナイスプレイ、壁を恐れずに向かっていきました。よく取っています。打ち取った当たりセカンド田中、失礼、ここは杉谷が今日入っています。杉谷さばいてワンアウト、今日はセカンド杉谷です。イーグルス伊藤ピッチングコーチのコメントです、はい、うまく緩いボールを使えている、緩急を使った原島らしいピッチングだね、うん、これはライトのスタートさあ、ここからでしょ、さあ杉谷がファーストを蹴ってセカンドも蹴っていく、ヘッドスライディングでスリーベースヒット、出ますね、杉谷今季初のスリーベースヒットになりました。さあノーアウト三塁、さあチャンスメイク1番の杉谷です。いろんなムードメーカーいますけど、はい、この杉谷健士の、ね、野球感僕の大好きなところなんですけど、ライトオーバー、はい、そして走りながらライト の, そのバランス見てるんですよ、はい、迷いなくセカンドベースに行けて、このヘッドスライディング、はい、もう球場が湧くの当然じゃないですか。あ、なるほどね、11年目の杉谷、なんだこれはレフトへの打球は頭を越した、杉谷健士が最後決めました。11年目杉谷健士が自らのバットで勝負をつけました。ワンアウトランナーありません。10球目ここでインサイド、これはふわりと上がっているぞ、フェンス際エレスガーン、ね、杉谷健士がまた応えました。今シーズン第1号、手を利かしたのは金島投手だったかなというところですねそうですか、いやしかしサイレントトリートメントでしょうか。杉谷もちょっとこうハイタッチに行きたいんですけれども、うん、今度はどうだ、なんだなんだ、これはエレスガーン、ね、バックトゥーバック、まさかの杉谷決死、またもサイレントトリートメント。左右両打席で打ったホームランというのは関ノール選手以来です。そうですね、ベンチでも、関ノール以来だよって言われたので、今日から僕は関ノールとして頑張っていきたいと思います。500もう最後ですから。いやいや もちろん最後なんでもう行きますんで、100万円300万円ステップアップしてますから。さあそしてペガサス乗るのは杉谷選手ですね、はい、そしてもう、はい、罰ゲームフェニックスがしっこり中田選手ですよ。さあこれは
ちゃうな。2人で押すんですけど、全員で押すんですか。全員で押すんですか。あ、全員で押す。オッケー、わかりました。はい、特別ルールオッケーです。全員で押します。オッケーです。気持ちを一つにして、はい、もう全然オッケーです。もうね、思いっきり本気で狙いに行ってますから。わかりました。もう決着つけますここで。ビタッと止まってください。任せてください。よろしくお願いします。さあ、そしてフェリックスオブで全員バス、全員執行人と。全員がパイを持ってますね。さあ、よくなってますよ。中田選手はもうハリソンなんか通り過ぎる前提で話してるんですけど、はい、あのぴったり狙いに行ってるんでこっちはぴったり、はい、さあどうなるでしょうか。それではチームペガサス勝負をつけるのか、3回目ラストお願いします。どうぞ。さあ進んでますよチームペガサス。さあどん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 小学前で止まるのが止まるわけがない。これは止まらないでしょう。止まるわけがありません。さあ最後行きました。皆さんの見たかったやつです。これです。これが見たいがためにこのゲームを考えたんじゃないですか。そうですね。しかも脱輪、ね、しかも脱輪ということで惜しかった。もうあの後ろの方でもうちょいもうちょいでも春樹がねもう最後強くキュッて押すから惜しかったんですよ。あとちょっとなんですよ。すいません。いやもうだいぶオーバーしてるから本当にあとちょっとのところでね僕もちょっと力入りすぎちゃいました。すいません。すごいお前3回目でしょ挑戦してよ、はい、おかしいな。まあでも500万円を狙いに行った結果ですから。はい、まあはい、はい、